ボートピア、横浜ボートピア横浜は、神奈川県横浜市中区にある協定場外発売場である。管理施向者は東京都府中市。全国で32カ所目。神奈川県内では初のボートピアとして2007年12月14日に開業。設置者が施行に携わっている平和島協定場の 勝ち船投票券はすべて発売することを原則とし、全国の SGGI 競争並びに、ナイター競争の勝ち船投票券の発売も含め、年間360日の営業を予定している。トータリゼータシステムはオープン時に日本ベンダーネットを採用していたが、現在は富士通フロンテックを採用している。また2011年2月1日より、 日本トー東ー製の自動払い戻し機を設置し、関東総合払い戻しシステム、どこでもは、ライオンの対象施設となった。また、オープン以来1日最大4協定場、48レースを発売してきたが、同年2月9日より、全国公営競技発の5協定場、60レースの勝ち船投票券の発売を開始した。なお2014年9月より、最大8協定場、 96レースの勝ち船投票券の発売を開始した。2012年4月より開始の全国総合払い戻しサービスは2015年4月、現在対応している。根岸線の線路南側奥に位置する。港未来線日本大通り駅と京急本線日の出町駅からもアクセス化。鉄筋5階建てで1階にファミリーマートが出展している。 客席は2階から5階にあり、いずれも喫煙室とスモーカーズを除き、全面禁煙である。ありがとうございます。